ある京都市立の公共図書館の総称。京都市中央図書館京都市が管理運営する図書館には4館の中央図書館と14館の地域図書館、地域開放型学校図書館、移動図書館を合わせて合計20館がある。中央図書館に移動図書館、小児号が1台配置されており、近くに図書館のない39地域を月1回のペースで巡回している。 また、地下鉄東西線京都市役所前駅、京北自治振興会図書館内、地下鉄からすません北大路駅に返却ポストが設置されている。資料は、誰でも、無料で自由に閲覧、視聴できる。ただし、資料を借りるには、図書館カードが必要である。カードの作成は、京都市、宇治市、大津市の市民と京都市内への通勤、通学者に限られ、 カードがあれば一人10点まで2週間借りることができる。そして返却は、視聴各資料を除き、京都府立図書館を含む貸し出し,した館以外での返却も可能である。2006年から図書館カードのパスワードを登録して、おけばインターネットにより予約ができるようになった。図書館法に基づき、京都市図書館協議会が設置されている。貸し出し、収集などの業務は、 コミュニティプラザ、深草図書館と移動図書館を除いて、京都市生涯学習振興財団が受託しているが、図書館の本格的な業務委託として、日本で最初期のものに当たる。司書は、役職名と別に、主任司書、上級主官司書などの肩書きが用いられている。京都市図書館協議会、2021年6月10日閲覧。 公益財団法人京都市生涯学習振興財団について2021年6月10日閲覧 Y シニアライターズ図書館司書専用の肩書 Twitter より2021年6月11日閲覧2020年3月31日時点令和2年度京都市図書館統計概要京都市生涯学習振興財団 2021年6月9日閲覧。京都市図書館条例。コミュニティプラザ。深草図書館概要、お知らせ。2020年10月27日閲覧。ありがとうございます。